ソクラテス、ソクラテス、非、ラテン語、ソクリティス、紀元前469年頃引く、紀元前399年4月27日は、古代ギリシアの哲学者である。長母音を発音するならソクラテイス。妻は、悪妻として知られる、クサンティッペ。ソクラテス自身は、著述を行っていないので、その思想は、弟子の哲学者プラトニアクセノポン。 アリストテレスなどの著作を通じ知られる。父は彫刻家内市石膏のソプロニスコス、母は助産婦のパイナレテとされる。アテナイに生まれ、生涯のほとんどをアテナイに暮らした。彼はペロポネソス戦争において、アテナイの植民地における反乱鎮圧としてのポテーダや行為戦、ボイオテア連邦との大会戦で重層不評として従軍したアルキビアデスは、騎兵として、 参加、当時の階層が、共演に書かれている。青年期には、自然科学に興味を持ったとの説もあるが、晩年は、倫理や徳を追求する哲学者としての生活に、専念した。プラトンの、ソクラテスの弁明においてソクラテスが語った、ところによると、彼独特の思想、スタイルが形成されるに至った、直接のきっかけは、彼の弟子の帰ォ本が、 デルポイにあるアポロンの信託書において、巫女に、ソクラテス以上の賢者はあるかと尋ねてみたところ、ソクラテス以上の賢者は一人もないと答えられたことに、ある。これを聞いて、自分が、生じ、大事ともに疎くて賢明ではないものであると、自覚していたソクラテスは驚き、それが何を意味するのか自問した。散々悩んだ挙句、彼はその信託の反証を試みようと考えた。 彼は世間で評判の賢者たちに会って問答をエレンコスすることでその人々が自分より賢明であることを明らかにして信託を反証するつもりであった。しかし実際に賢者と世評のある政治家や詩人などに会って話してみると彼らは自ら語っていることをよく理解しておらずそのことを彼らに説明する羽目になってしまった。それぞれの技術に熟練した職人たちですら 確かにその技術については、知者ではあるが、そのことをもって、他の事柄についても識者であると思い込んでいた。こうした経験を経て、彼は、信託の意味を、知らないことを知っていると思い込んでいる人々よりは、知らないことを知らないと自覚している自分の方が賢く、知恵の上で少しばかり勝っていることを指しているのだと、理解しつつ、その正しさに確信を深めていくようになり、さらには、 信託において、神が、ソクラテスの名を出したのは一例に過ぎず、その真意は、人知の価値は金賞もしくは組むに過ぎない。最大の賢者とは、自分の知恵が実際には無価値であることを自覚するもので、あることを指摘することにあったと解釈するようになる。こうして彼はその、真意にのっとり、それを広める、神の助力者、神への報酬として、ソフィストたちのように報酬を受け取るでもなく、 家庭のことも顧りず、極貧生活も厭わずに歩き回ってはであった、賢者たちの無知を指摘していくことをライフワークとするようになる。これらの説明をそのまま鵜呑みにするならば、後世への影響のあり方はさておき、知恵の探求者、愛知者としての彼の営みそのものは、その旺盛な知識欲や合理的な思考、態度とは裏腹に、神々、信託への素朴内見、信仰と、 人物の空虚さの暴露、悔い改めの奨励、謙虚、節度の回復を根本動機としつつ、自他の知見、霊魂を可能な限り良くしていくことを目指すという。彼の地の探求と神々への畏敬の関係は、動機と手段の関係とも、手段と動機の関係とも言える。古代イギリシャの伝統的な世界観、人間観では、例えば、ヘシオドスの浸透記に、 嘲笑的に死すべき人間たちという表現が繰り返し出てくること、等からもわかるように、世界を司り、高級的な寿命と超人的な能力を持つ神々に対し、人間はすぐに死に行く、儚く無知な存在、神々には決してかなわない、希少な存在と考えられていた。また、ソクラテスも影響を受けた、デルポイのアポロン神託書、その入り口に、何時自身を知れ、 糞をわきまえろ、身の程を知れや、どう起こすことなかれといった言葉が刻まれていることからも、わかるように、古代ギリシャ人にとっては、節制、節度が、とても重要な特目であった。ソクラテスの思想、言動は、基本的にはこれら、古代ギリシャ当時の伝統的な考え方にのっとり、それを彼なりに継承、反復したものだったと言える。ソクラテスは、当時、 賢人と呼ばれていた政治家や詩人たち、さらには思考者をはじめとして、様々な人を次々に尋ね、アポロンの選択の通り自分が最も知恵があるのか、どうかを検証するために会話を行った。その結果、彼らの無知に対する無自覚ぶりと、無知を自覚している自分の優越性、信択の正しさを確信し、決意と使命感を持って、その活動にのめり込んでいくこととなり、 ソクラテスが賢者であるという評判が広まる一方で、無知を指摘された人々や、その関係者からは憎まれ、数多くの敵を作ることとなり、誹謗も起こるようになった。さらに、暇を持て余した富裕市民の息子たちはソクラテスを面白がって追い回し、その指紋を傍聴し、その中からは影響されて、指紋を模倣する者たちも現れ、そんな青年たちの指紋の鋭時期となった人々もまた、 ソクラテスへの憎悪を募らせることとなった。また、そんなソクラテスを、喜劇作家のアリストパネスが、雲において、地下並びに、天上の事象を探求し、悪事を曲げて、善事となし、かつ他人にもこれらのことを教授する。といった、自然哲学者とソフィストを混ぜ合わせたような、怪しい人物として描いた揶揄し、大衆にその印象を広めたり、ペロポネソス戦争で講和を破って、 戦争を再開した挙句、敵国スパルタに亡命し、アテナイの敗北を招いたアルキビアデスや、その後の三十人政権の指導者となったクリティアスなどが、ソクラテスに教えを施された弟子であったとみなされていたことも、ソクラテスを攻撃する絶好の口実となった。このため、ソクラテスは、アテナイの国家が信じる神々とは異なる神々を、信じ、 若者を堕落させたなどの罪状で公開裁判にかけられることになった。アテナイの五百人の市民がソクラテスの罪は死刑に値すると断じた。原告は詩人のメレトスで正解の有力者らがその後ろ盾となった。しかしソクラテスの刑事の後、ソクラテス自身が最後に予言した通りアテナイの人々は不当な裁判によってあまりにも偉大な人を殺してしまったと公開し、 国訴人たちを裁判抜きで処刑したという。国訴の背景には、上記の他にもペロポネソス戦争とその後の暴政、三0人政権など複雑な事情があったと考えられる。ソクラテスは自身の弁明、ソクラテスの弁明を行い、自説を曲げたり、自身の行為を謝罪することを決してせず、追放の手も拒否し、結果的に死刑、毒殺刑を言い渡される。 評決は2回行われ、1回目は、比較的少差で有罪。軽量の申し出では常識に反する態度が返って、陪審員らの反感を招き、大多数で死刑が可決された。真事の意味による、猶予の間に、クリトン、プラトンらによって、逃亡、亡命も進められ、またソクラティスに同情する者の,の多かった老ーーンも彼が、いつでも逃げられる、両鉄講師の鍵を開けていたが、 ソクラテスはこれを拒否した。当時は死刑を命じられても老番に、わずかな額を握らせるだけで、脱獄可能だったが、自身の知恵の愛、フィロソフィアと単に生きるのではなく、よく生きる意志を貫き、氷決に反して亡命するという不正を行うよりも、死と共に準ずる道を選んだとされる。紀元前399年、ソクラテスは、親しい人物と最後の問答を交わして、 独人参の杯を煽り、商用として死に臨んだ。この天末は、弟子であるプラトンの著作、ソクラテスの弁明、クリトン、パイドンに詳しく書かれている。ただし、パイドンは中期の作品であり、プラトン自身の思想がかなり強く反映されている。ソクラテスには、カイレフォン、クリトン、プラトン、アリスティポス、アンティステネス、エウクレーデス、クセノポン、 アルキビアです。クリティアス等々、弟子とみなされている人々が数多くいるが、ソクラテスの弁明によると、ソクラテス自身は使命を果たさんとして語るとき、誰かそれを聞くことを望む者があれば、青年であれ、老人であれ、何人に対してもそれを拒むことはなかった。報酬をもらって教えるソフィストたちとは違い貧富の差別なく何人の質問にも応じ、問答してきただけであって、 かつて何人にも授業を約束したことも授けたこともなく、まだかつて何人の死にもなりはしなかったと考えていた。ソクラテスの思想は、内容的には、ミレトス学派、イオニア学派の自然哲学者たちに見られるような、唯物論的な、確信なものではなく、神のみを知るという彼の決まり文句からもわかるように、むしろ神々への崇敬と人間の知性の限界、不可知論を前提とする。 極めて伝統的、保守的な部類のものだと言える。儚い人間ごときが世界の根源、究極性を知ることなどなく、神々の実がそれを知る。人間はその身の丈に合わせて、節度を持って生きるべきという当時の伝統的な考え方の延長線上に、彼の思想はある。それにもかかわらず、彼が特筆される理由は、むしろその保守性を過激に推し進めた結果としての、 無知の知を背景とした、知っていることと知らないこと、知り得ることと知り得ないことの境界をめぐる、当時としては異常なまでの探求心、執着心、節制した態度にある。人間には限界があるが、限界があるなりに知の境界を徹底的に見極め、人間として文をわきまえつつ、最大限よく生きようと努める、そういった彼の姿勢が、 その数多くの内容的な欠陥、不備、素朴さにもかかわらず、半端な独断論に陥っている人々よりは資料深く、卓越した人物であるとみなされる要因となり、哲学者のその一人としての地位に彼を押し上げることとなった。ソクラテスが後世に名を馳せることになった理由としては、彼の弟子の中に古代ギリシャの哲学者にして著述家であり、 アカデミアの創設者でもあるプラトンがいたこと、そしてそのプラトンが自身の著作の中心的な登場人物として死であるソクラテスを用いたことを挙げることができる。また彼の弟子たちの出したような思想展開からもわかるように着眼点によって様々な解釈が可能な多面的な性格を持ち合わせていた思想家であったとも言える。ちなみに 相当皮肉屋な人物であったようで、死刑が確定し、妻のクサンティッペが無実の罪で死ぬなんて、と嘆いた時も、じゃあ僕が有罪で死んだ方が良かったのかいと言ったと言われる。なお本項目の内容はすべて執筆者による主観的な意見に過ぎないので注意するように。ソクラテスの一見わかりづらい思想態度を理解するには、彼の生きた当時の時代背景や、 ギリシャ世界におけるアテナイの立ち位置を知ることがいくらか助けになる。まず彼に専攻する哲学者やソフィストたちはほとんどがアナトリア半島、小アジア半島沿岸や国会周辺、あるいはイタリア半島の出身であり、ギリシャ世界における知的活動はこういった植民地、辺境地によって先導されてきたものであり、アテナイを含むギリシャ中心地域は それと比べると古くからの神話や伝統に依存した保守的な土地柄であったという全体像を確認しておく必要がある。ソクラテスが生きた紀元前5世紀当時のアテナイはペルシャ戦争を経てギリシャ世界の中心地としての地位を確立し最盛期を迎えるとともに徹底した民主制が確立された時代からペロポネソス戦争の敗戦後状況による社会的 政治的混乱を経て没落していく時代にまたがっている。当然そこには、辺境地の哲学者たちの知識や優秀なソフィストたちが集まってくるし、民主制における書生術や弁論術を学ぶべく、彼らは歓迎されることになる。こうして、古くからの神話、伝統に寄りかかった、旧秩序が崩れ、徳、弁論術の公爵に長けたソフィストたち、唯物論、 無神論的な自然哲学者、ソクラテスの弁明においては、アナクサゴラスが、その代表として持ち出されるの知識などが進級、入り乱れ、アテナイの知的環境は混乱する。ソクラテスの思想は、こういった引き裂かれた知的混乱状況の中、アテナイ人としての保守性と知的好奇心、合理的思考の狭間で揺れ動きつつ、どれにも組みしえないまま、誰の意見もが無知。 思い込みをはらんだ、怪しいものであることの経験的発見と、神々への信仰心が独特な形で結びつくことで、成立したものだと言える。そのため、彼の思想的立場は、アテナイの保守層とも、外来、辺境のソフィスト、哲学者ともが知せず、そのどれに対しても、相対的で、無知の地を投げかける特殊なものとなっている。しかし、 ペロポネソス戦争の敗戦とその後の三十人政権による恐怖政治に対する怨念が渦巻くアテナイでは、ソクラテスは他のソフィストや遺物論、無心論哲学者たちと同類のアテナイを堕落させた危険思想家の一人とみなされ、政治的に敵視されることとなり、ソクラテスは裁判にかけられ、死を恐れないと豪語し自説を決して曲げない姿勢が、心証を悪くしたこともあって、 死刑となる。ソクラテスはアポロンの託戦を通じて最も知恵のあるものとされた。ソクラテスはこれを自分だけが自分は何も知らないということを自覚しており、その自覚のために他の無自覚な人々に比べて優れているのだと考えたとされる。その結果、彼は知者を戦勝する独断論者たちの無知を暴くための論争に明け暮れることになる。彼の 無知の知を背景とした知、無知に対するこだわりとその公用は、ソクラテスの弁明の終盤、死刑が確定した後の死についての自身の見解を聴衆に語る下りにおいて、鮮明かつ象徴的に見て取ることができる。彼はそこで、後に弟子のプラトンが、オルペウス教、ピタゴラス教団的な輪廻転生説にはまって、 行くのとは、対照的に死後のことについては、一切わからないという不可知論の立場をとる。死刑確定前の弁明においても、死後のことを知っている者など誰もいないのに、人々はそれを最大の悪であるかのように恐れる。それは自ら知らざることを知れりと信ずる無知であり、賢くないのに賢人を気取ることに他ならない。私は、死後のことについては何も知らない代わりに、知っていると盲信もしない。 といった趣旨の発言をしており、ソクラテスがここに相当のこだわりを持っていたことが伺える。しかし一方で、彼は死は自身にとってかではなく一種の幸福であるという。なぜなら死後については二説あって、唯物論者たちの言うように死が虚無に帰することであり、すべての感覚の消失であるならば、それは人生において、 他の昼夜より快適だった夢一つ見ない熟睡した夜のごときものであろうし他方で冥府、ハデスがあるとしたならばそこで神聖な半身たちによる裁判を受けることができるしホメロスやヘシオドスと交わったりオデュッセウスやシシュフォスと問答することもできるどちらにしろ幸福であるというわけであるであるがゆえに死を恐れて不正な裁判に屈することなどなく 前期性を貫徹できるし、前期性を貫徹した者は、死に際しても幸福である。このように、死後については、知らないが、それを自覚しているがゆえに、それについての諸説を冷静に知ることができるし、ひいてはどちらに転んでも、自分や前期性を送った者にとって幸福であることも知ることができ。だから、 地を恐れずに前期性を全うできる、対照的に地に対する節度をわきまえない、独断論者たちは、どこかでつまずき、知りもしないことに踊らされ、翻弄され、そうはならない、といった具合に、前期制と無知の地は一つの円環をなし、無知の地は前期制にとっての必須条件となっている。ただし、ここでも、その前後で、 大モニオンによる監視がなかったからこの詩は良いことであるとか、善人に対しては生前にも死後にもいかなる加害も起こり得ない、また神々も決して彼のことを忘れないことを真理と認める、必要があるとか普遍していることからもわかるように、ソクラテスの無知の知を背景とした抑制した態度は単なる不価値論や相対主義に終始するものではなく、また論理的帰結のみに頼るものでもなく、常に そこを補う神々への素朴で楽観的な信仰などの独断と抱き合わせで成り立っていることに注意が必要と言える。ソクラテスの思想には全般にわたってこういった二面性がはらまれている。また一般にソクラテスは対話を通じて相手の持つ考え方に疑問を投げかける問答法により哲学を展開する。 その方法は、自分ではなく、相手が知識を作り出すことを助けるということで、三馬術、助産術と呼ばれている。ソクラテスの用いた問答法は、相手の矛盾や行き詰まりを自覚させて、相手自身で真理を発見させた。こうして、死者と自認する者の無知を晒させた。こういった、意図を隠したとぼけた態度は、エーロネア、イロニーと呼ばれる。 プラトンが描くソクラテス像に則るならば、ソクラテスの業績、営みの特徴は、人生や社会に関わる抽象概念に曖昧な事柄を明確化しようとしたことにあると言える。ポリスの自由市民たちが尊ぶ徳、正義、よ善、経験、節制、分別、勇気、とは一体何なのか、あるいは、それを教えると称するソフィストたち、彼らが駆使する社会操縦術、 説得術である、弁論術、レトリケー等は、一体何であるのか、そういった曖昧なまま放置されている物事を、再度入念に吟味、検証することを、彼は要求する。そして、そのためには、一方通行のまま疑問に答えてくれない弁論や、書物では役に立たず、しっかりと質疑応答を経て、合意を重ねながら、対象を深く探求していける問答が必要になる。なお、 話を分かりやすくするために、そういった、抽象概念に曖昧な事柄を、具体的、実用的な事柄に置き換えつつ問うのも、彼の特徴の一つだと言える。例えば、医者は医術を教え、彫刻家は、建築家は、大工は、鍛冶屋は、靴屋は、では、ソフィストは何を教えるのか、などが典型である。また、抽象概念同士の関係性や数、一致性、不一致性、 範疇、所属なども、必要に通っていく。こういった、悪なき概念の明晰化の追求、知識、人間の吟味と向上、これが彼の考えた愛知、哲学の営みだと推察できる。こういった、一見現実社会に直接役立ちそうもない重箱の、隅をつつくような施策を、青年期を過ぎて、なお延々と続ける、子供じみた営みと断定する人々、 特に目の前の社会運営を優先する恩恵で、大人な人々や、弱肉強食な自然観、社会観を持っている、定年的な人々を苛立たせる。そして、ゴルギアスに登場するカルリクレスや、国家に登場するトラシマコスなどのように、公然とソクラテスを非難する人々も出てくることになる。しかしながら、そうしてソクラテスを非難する人々が寄って立っている、考えの曖昧さですら、 ソクラテスにとっては明確化の対象であり、そういった人々も、また、格好のカモとして、ソクラテスの明確化の渦の中に巻き込まれていくことになる。こうして、タレースなど、ミレトス学派、イオニア学派に始まる、自然哲学とは、対照的な、人間、社会にまつわる概念を必要に吟味、探求する哲学がソクラテスによって開始され、後にその弟子であるプラトン、 さらにその弟子であるアリストテレスが、ピタゴラス教団やエレア派の影響を受けつつ、刑事上学をそこに持ち込むことによって、その両者、自然と人間、社会のあり方の説明を、包括的に一つの枠組みに統合、合理化したという見解が、一般的に広く受け入れられている。彼の最も重視した概念は良い生き方としての、アレテー、アルファローイプシロンタウイータ。 アレテ徳である。人間としての善イコール徳という意味で、人間のアレテは魂をより良くすることであり、刑罰もそのために有効だとする。また、アレテを実践する者の人生は幸福であるとも主張した。しかし、これは、プラトンの考えという説もある。なぜなら、ソクラテスは著書を残していないからである。ソクラテスの弁明の続編である、クリトンにおいて、 死刑を待ち、拘留されているソクラテスに逃亡を促しに来た弟子のクリトンに対して、彼は国家、国宝という架空の対話者を持ち出し、我々の庇護の下で、お前の父母が結婚し、お前が生まれ、扶養され、教育された。祖国とは、父母や祖先よりも尊く、威嚇され、神聖なものである。また、この国家、アテナイが気に入らなければ、いつでも財産を持って、 外国や植民地に移住することが認められているのにもかかわらず、お前は七十歳の老人になるまで、ここに泊まり、家庭を設け、ほとんど外国に行くことすらなかった。したがって、我々とお前の間には合意と契約が成立しているのにもかかわらず、今更それを一方的に破棄して、逃亡を企てようというのかそのような不正が許されるのかと彼自身を非難させ、 クリトンに逃亡の説得を諦めさせた。これは中世、近代に様々に展開していくことになる社会契約論の原型とも言える。彼の弟子であるプラトンや、その弟子であるアリストテレスも、徳の概念と関連させつつ、様々な国家論を論じていくことになる。ソクラテスは、徳、前期制などについての考えの形成。 魂の世話をソフィストのような他者の手に納得しないまま安易に委ねることを嫌った。そして自身の考え、あるいはダイモニオンに従い、おかしいと思うことは相手が誰であろうと忌憚なく問い、正しいと思うことは誰に反対されようとも実践すべきであることを身をもって示した。その結果、彼は自ら死刑を受け入れることになる。ソクラテスは時折、ダイモニオン。 超自然的、神的な合図、印を受け取ることがあったという。そして、それが彼の考えや行動の重要な指針にもなっている。彼によると、それは、幼年時代から現れるようになった一種の声、幻聴であり、常に何事かを監視、禁止する形で現れ、何かを進める形では現れない。なお、こういったことを方言していたことが、 国家の信ずる神々を信ぜずして、他の新しき神霊、ダイモニアを信ずるといった訴状の内容にも影響を与えたと考えられる。ソクラテスは初期言語が野放しの状態で広まることを激しく非難していた。ソクラテスは話し言葉、つまり生きている言葉は書き留められた言葉の死んだ会話とは違って意味、恩、旋律、強制、抑揚及びリズムに満ちた。 吟味と対話によって一枚ずつ皮を剥ぐように明らかにしていくことのできる動的実態であると考えた。書き留められた言葉は反論を許さず柔軟性に欠けた沈黙であったので、ソクラテスが教育の革新と考えていた対話のプロセスにはそぐわなかったのである。ソクラテスは書き言葉が記憶を破壊すると考えた。個人的知識の基盤を形成するにふさわしい。 厳密さを期待できるのは暗記するという非常な努力を要するプロセスのみであり、そうして形成した知識基盤は教師との対話の中で磨いていくことができるという信念を抱いていたからである。ソクラテスは独自を恐れていたわけではないが、過剰な知識が必然的にもたらす結果、表面的な理解しかできないことを恐れていた。ソクラテスは自説を著作として残さなかったため、 今日では、その生涯、思想ともに、他の著作家の作品を通して伺い知ることができる、のみである。これは、ソクラティス問題として知られる一連の問題を発生させている。同時代の作家のうち、劇作家、詩人のアリストパネスは儀曲、雲において、ギリシャのソフィストたちを揶揄し、その筆頭として、ソクラティスを挙げている。ここでは、 ソクラテスの言動は揶揄のために誇張されていると考えられる。同じくソクラテスの弟子であるプラトンの記した一連の対話編にはソクラテスが頻繁に登場する。しかしながら特にメノン以降のソクラテスはプラトンの思想を表現するための人物として利用されている感がある。他ので死による文章の一部やプラトンの弟子にあたるアリストテレスによる記述をはじめ、 後世の著作家による記述も残っている。ソクラテスの弟子の一人とされるクセノポンは、ソクラテスの思い出などソクラテスに関する文章を記しており、今日まで比較的よく保存されている。ただし、西洋哲学の場においては、一切の哲学はプラトンの注釈であると言われるように、ソクラテスについての理解も、プラトンの著作と思想、 プラトン主義を通じて行われる厚い伝統があり、クセヌポンの描くソクラテスは通俗的で、哲学者としての力量を捉えきれていないとする風潮がある。また、ソクラテスは、容姿は、グロデスクで弟子のプラトンに、我が子ソクラテスは、世界で一番醜い。しかし一番賢い。と言われていた。ソクラテスの思い出、以下、思い出と、 略でクセノポンが繰り返し強調しているのは、ソクラテスは神々が目に見えないという理由で信じないものは自分の心も目に見えないものであるということを忘れているとしている。クセノポンのソクラテスの態度はキリスト教の伝統的神秘主義に近い。この書でのダイモニオンについてのソクラテスの解説はキリスト教の精霊論に非常に類似している。また、 最高善というものについては、ソクラテスが人間は結局のところ何が最善なのか知り得ないのだからと言って、神々にただ善気者を与えたまえと祈るように進めたという逸話も、キリスト教の主、祈り不味に通じる。根本的に違うのは敵を愛せよというナザレのイエスの教えが、ソクラテスにおいては、あたかも意図的であるかのように全く逆さまに書かれている点である。 イエスの時代はソクラテスの時代の約四百年後。これは戦争に参加もしたソクラテスの根本姿勢がアテナイ民主制の伝統的価値観に依拠していることによるのであり、この点においてソクラテスをナザレのイエスよりも孔子に引き寄せて評価する立場もある。概して思い出におけるソクラテスはプラトンの登場人物としてのソクラテスよりも明瞭に宗教的人物である。 クセノポンは、ソクラテスは、自分が裁判に訴えられたと知ると、すぐさま反論を組み立て始めたが、ダイモニオンがそれを制止したと書いている。ストア派の創始者である、キティオンのゼノンは、商人時代に、書店で、思い出に出会ったことから、哲学の道に入った。一般にストア派における、ソクラテスの影響は、プラトンではなく、クセノポンを通じてのものである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。